おはようございます。1月2日土曜日朝6時半です。天気回復しそうですね。昨日夜中にどうも雨降ったみたいで、まあ雪じゃなくてよかったんですけど、雨降ったみたいで外がびしゃびしゃに濡れている。そして寒い。ああ、でも凍結しなかってよかったな。凍結したら結構大変なことになるんで、まあ、こっちの人ってほとんどスタッドレス履く人いないんで、もう雪降ったりだとか、もう路面凍結しちゃうと、もう朝からもう事故多発みたいな感じになって、結構大変なことになるので、凍結しなくてよかったです。改めまして、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。で、昨日1月1日お正月はもう朝から朝ビーやって、もうずっと1日酒ばっか飲んでたんですけど、コーヒー全く飲むことなく終わっちゃったんで、このバリスタが2021年初コーヒー、初バリスタになります。それではいただきます。うまい。で、1年を通してコーヒーを飲まずに1日が終わるってなかなか記憶ではないんですけど、昨日本当もう朝からずっと飲みっぱなしで、酔っ払った状態で終わっちゃいました。で、一つ気がついたことがあるんですけど、まあ、朝日飲んだらすごいこう気分が上がって、こう気分良くなって、いい感じで一日過ごせるんですが、ただお酒飲んじゃうと車運転できなくなるんですよね。すっかりそんなことを飛んじゃってて、昨日朝からも酒飲んだために、ジムニーの初乗りできませんでした。というわけで今日は、午前中はもうお酒飲まずに、この後もう少ししてからジムニーの初乗りやってこようかなと思います。まあ、年末に挨拶した時に少しまあ話したかと思いますが、まあ、今年はおそらくカメラ関連の機材っていうのは、まあいろんな魅力的な製品出るかと思うんですけど、おそらく買うところまで行くかどうかっていうのが非常に微妙なところで、というのが2020年に発売されたソニーの α7S3 だとかで、今撮影に使っているのがこれ α7C なんですが、この2つのカメラが非常に気に入ってて、こうメイン機と、あとまあ持ち出し用のカメラとしてこの2台使い分けしながらまあ使っているので、まあ、なかなか、このカメラ以上に魅力があるカメラがまあ出ない限り、買うことはないのかななんて思ったりするんですが、まあ、他のメーカーのカメラもいろいろこう使ってみたいっていう気持ちはあるので、なんかまあ魅力的なカメラが出たら、ひょっとしたらまた購入するかもしれません。まあ、あとレンズをもう少し増やしたいですね。それからあとジムニー関連で言うと、今月中旬から下旬にかけてフロントバンパー、社外品のフロントバンパーが届くので、まあ、バンパー交換したりだとか、で、あと一応リアのバンパーも交換しようと思っているので、実は今日9時からアマゾンでの、セールが、ポイントアップだったかな、のセールが始まるので、9時以降に、ポチろうと思っています。リア側のバンパーだけポチろうと思っています。で、その他にもあとガジェット関連の、製品でも少し欲しいものがあるので、まとめてその時に購入しようかと思っています。そんなこんなで、2021年もジムニーネタに始まり、あとガジェットネタ、カメラネタなど、あと旅行なんかもね、出かけれるようになれば、どんどん出かけていきたいと思っていますので、あとキャンプ動画なんかもぜひね、撮りたいと思っていますので、今年もどうぞ1年よろしくお願いします。めっちゃ眩しい。じゃーんと2021年初マックで、一旦帰ってからおせちとお雑煮食べるんで、朝マックはせずにコーヒーだけいただいてきます。コーヒーホットの S。 ホットの S、はい。
はい、それでいいです。でブラックでいいです。ブラックで、はい、ありがとうございます。こいつ100円です。あ、スイカで。スイカで、こちらでお願いします。ありがとうございます。2021年初マックはコーヒーだけです。いただきます。熱っ、やっぱり熱い。うん、うまい。ちょっとここからじゃ分かりにくいんですけど、めちゃめちゃジムニーをジロジロと見ている人がいる。なんか周りぐるぐる回りながら見てますね。ジムニー好きなのかな。今日は特に仕事もないので、昼からちょっと出かけたいと思います。午後から劇場版鬼滅の刃2回目見に来ました。めっちゃ楽しみ。終わりました。めっちゃ面白かった。やっぱり1回見てるので2回目見た方が内容がよく分かって楽しめました。スポーツオーソリティ物色してきます。結構キャンプ道具が充実してます。このノースフェイスのやつかわいいな。この色結構かわいいな。ショッピングセンターはそれなりに混んでますが、フードコートはかなりガラガラ。奥様と子供たちがショッピングしている間にいただきます。久々のレモンサワー、いただきます。あー、うまい。それではいつもと同じで帰りは奥様の運転でお願いします。Thank you.